モントリオール PL エ,エリオットトルド国際空港はカナダケベック州のモントリオールにある国際空港。市街地中心から西南西 20km に位置するエアカナダの本拠地。空港全体図国際線ターミナル内部新築された国際線ターミナル内部2016年に新築された国際線ターミナル空港内免税店あたり空港は モントリオールドルバル国際空港として1941年9月にモントリオール島内に開港した。元は競馬場の敷地だった。1975年にモントリオールミラベル国際空港がカナダ連邦政府のプロジェクトで開港し国際線を集約させた。これに伴い、東空港はカナダ国内線及びアメリカ合衆国向け専用空港となった。その後、 連邦政府は方針を変更し、市街地に近い東空港へ国内及び国際線の旅客業務を集約させることとした。2004年1月、これに合わせて、東空港を地元出身のカナダ元首相のピエール・エリオット・トルドーの名にちなみ、ピエール・エリオット・トルドー国際空港と改名した。2000年以降は、空港の集約化に合わせターミナルの増築や改築が行われ、 現在でも整備が進められている。2018年6月2日より、エアカナダが初の日本との直行便を成田国際空港との間に就航予定である。夜のメインターミナル完成とエアカナダの B777 から 300ER 空港ターミナル、到着ロビエア、カナダ級塗装、新塗装モントリオール交通局によりいくつかのバス路線が運行されている。 これに伴い2004年10月より、モントリオールミラベル国際空港は、貨物用及びチャーター機のみの利用となった。エアカナダ、18年6月から成りた、モントリオール線、ツアーに期待トラベル美女2017年8月24日、プレスリリーシズ、STM インフォ、2011年1月27日時点の、オリジナルよりアーカイブ、2011年2月19日閲覧、 通常の路線では通常乗車券3ドル50セントで乗車でき、車内でも購入できる。これらの乗車券は薬局や地下鉄の駅で購入できるが、バス車内では購入できない。CDPQ でスエラクトリックメトラパリトン CDPQ 2016年4月閲覧ありがとうございます。